Hello everyone, what's up guys? My name is Lien and welcome to my video. 今回の動画はちょっといつもと違う感じで解説系とかプレイ動画ではなく、実はこの今のフォートナイトのマップ内に今後のマップ、どういう感じのマップになるかっていう地図がとある場所にあるんですよ。なんでね、それを一緒に見ていきたいと思います。あと高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。では早速見ていきましょう。はい、ということで、この、皆さんどこにあると思います？実はこのマップ内に記されてる、マップがあるんですよ。で、今から向かうんですけど、皆さん、はい、ここで質問、どこにあると思いますか？そのマップが。OK、いいかな？うん。もうみんなちゃんとコメント欄に答え書いたね。では行きましょう。ちょっとここから遠いんだけど。すごいね、バカなとこ見たんですよ、これ。やばっと思った、最初見たとき。こんなところに、今後、このマップがどう変わるかってのが書いてあるからね。びっくりだよね。こっちの方に。え？結構考察系とかそっち寄りになっちゃうんだけど、今回の動画は。まあそっちに興味がある方はもう知ってるかもしれないかな。どうなんだろう。いや、知らないな。僕はみんな知らないってことを信じてる。どうなんだろう。さて、正解は、こっちの方の、スラーピーでもなく、なんだっけ、この名前。名前忘れちゃった。ウィーピングウッズだっけ？ウィーピングウッズでもなく、こっちの方に来て、この木を抜けて、川を抜けて、皆さん見覚えのあるこの家、知ってます？この家。この家いろいろあるんですけど、実はね、こっちの方に来るとまず本棚をこう開けることができるんですよ。で、ここで地下への道があるんですけれど、はい、こっち開けます。ちょっと待ってね、音量下げるわ。はい、こっちの方に来て、はい、ここのクマちゃん、みんな見覚えあるよね。で、ここのマップ。実はね、こうちゃんと見ると、今後のマップ変更が書いてあるんですよ。はい、こんな感じ。かな？これで見えるかな、みんな。気づいた？今のマップ見せるよ、一瞬。はい、こんな感じ。はい、こんな感じ。何が変わったでしょうか？ OK。じゃあ、まず最初に、変わったのが右上見てください。右上のヨットあるじゃないですか。これがまず動きます。こっちの方のこれだね。このヨットが今デッドプールに支配されてるんですけど、それがもう少し下のスティーミーの方に降りてくるね。で、もう一つが実はここの今ね、隠れてるんだけど、この島。この島もね、なくなるんですよね。実はこのマップを見ると。ほら、なくなってる。からもう全部そこが海になって、ヨットの方が下に降りてくるって感じになるのかな。そうで、もう一つ、このバッテンも気になるところだと思うんだけど、もう一つ実はマップ変更があります。それが、今、ズームしようかな、画面。ズームしてると思うんですけど、ちょうど、待って。こっちの方のマップで見ると、このウィーピングウッズの、この家あるじゃないですか。僕たちが今ある家の、この川のとこを、こっちで見ていただけると、今、土で埋まってるんですよね。ちょうど水が手前と、この、なんて言うんだちょうど川が途切れてんだよね。うん。この家んとこが、家んとこの川が途切れてる、ここ。ここの川がないんだよ、完全に。もう一回見てください、ちゃんと。ほら。途切れてるんですよ。で、これがなんで途切れてるかってのまで僕ちょっと気づいちゃったんですよ。で、まずここの、クマちゃんがいるじゃないですか。で、こっちの方に来ると、はい、ここに謎のノームがいるんですよね。この中に。封印されてんのかな？何？監獄？みたいな感じで閉じ込められてるんですけれど、多分ここら辺でも考察大好きな人も気づいてると思うんですよ。で、こっちの方に来ると、待って、こう。来ると、外側にノームたちがいるんですよ。で、このポイントを全部合わせると、まず最初に1匹目のノームがこっち。ここにいて、トランシーバーがここにあるんですよ。で、ノームがここにいますね。で、次にこっちの方に来る。と、はい、ここにノームが2人います。で、ここにまたトランシーバーがあるね。で、さらにこっちの方に来ると、そうね、こっち側みんな見えてるかな、これ。水を渡ったこっち側にも、ノームがいるんですよね。こういう風に、トランシーバーを持って、ここにいるね。で、またこっちに来ると、はい、こっちにもノームがいます。もうここら辺でみんな
ちょっと感づいてきたのかな、ははーんって感じかな今。ノームがこの家をねちょっと囲ってるんですよね。でここにまたトランシーバーがある。でさっき言ったこの川が全部埋まってたってことをね忘れないでください。川がね埋まってるんですけど、あのクマちゃんとこのマップを見るとね、でここに最後のノームがいるんですよ。なるほどね。はい、ここに最後のノーム 5箇所にノームがいるのかな。あっちと2つと奥こっちとこっちとこっちで、ここのノームね見てくださいこれ気づいた方いるかな、これノームここ3人いるんですけど、ここにカブーンっていうね爆弾なんですよねこれ。でここにいて、でもここでみんな感づいたと思うんだけど、そうノームが 1,2,3,4,5 っていう囲ってて、この家をね、この地下に味方が、ノームの味方が、抑えられてるっていうか何?捕まってるんだけど、そいつを助けに、多分この爆弾を爆破させるのかな、ここに大量に。多分今3つしかないんですけど、もっと大量に爆弾を持ってきて、この予想だと、で、マップ変更を見ると、ここの水が全部埋まってるから、なんか、土砂災害っていうのかな、日本語で。っていう感じでもうなんか爆破させて、この川を全部埋めちゃうのかなって僕は、思ってるんですけど、多分ね、そう、これはちょっと考察系の方になるんだけど、面白くないですか?だから、この家を囲ってるノームが5箇所にいて、爆弾を持っていて、さらに今後のマップ変更のとこ見ると、ここは全部埋まってるって見ると、はい、多分見えてきたと思います。こっちの方に来て、ここだね。ちょうどここ、今エイムが合ってるとこ。が、土で埋まってるんで、ここにね、今後マップ変更が起こるんじゃないかという。あと、船が移動してるっていう。この二つのマップ変更がこのマップから捉えられるんですよね。っていう感じの動画になります。この動画で、お、すげえと思った方はね、ぜひ高評価、あとチャンネル登録、よろしくお願いします。今回も動画を最後まで見てくれてありがとうございます。また今後のね、この、ここら辺のクマちゃんで何かあると思うんだけど。まあ、それはまた楽しみにね、見ていきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。死んじゃった。